はい、どうも兄貴です。本日はですね、あっぱれのピッチャーを紹介したいと思います。対戦相手は世田谷一部富士クラブさんでございますが、この男ですね。はい、そう、このカーブ、摩天楼カーブを投げるカズ山本です。はい、先頭ですね。最終回に登板しました。初球、はい、まっすぐですね。あのパワーピッチャーですね。かなりオーバースローといってもかなり真上から投げるようなタイプで、非常に力強いまっすぐを投げる男です。ほい、詰まりながらもさすがいいバッター、右中間に。しかしこれなんとかライトが追いついてワンアウトですね。1人目しっかり切りまして、これが相手チームの4番バッターです。左バッターなんですけれども、すごく力強いスイングをする選手でした。出た、マデローカーブ、これただ高めに浮きましたね。カーブちょっと低めに投げたいところだな、これは。そして2球目、まあ、高く浮いたんでしっかり低めに抑えようというピッチャーの意図が見えますね。まあ、ノーツになってしまい、こう取りに行くというところでしょう。はい、ど真ん中のストレート、一塁線に引っ張られてファウルと。まあ、やはりいいバッターなんでね、詰まってくれませんね。逆にギリギリ危険な球でしたね、ノーツーから。でもなんとかファウルにしました。そしてワンツーから、うわー、いい球やな。ただアウトコースにちょっと外れてしまうという、まあ、真っすぐでねじ込んでやろうという意図が見えますね。スピードはすごくあるので、まあ、めちゃくちゃいいピッチャーですよ。もともと日本文理大学って全国制覇するような大学の選手だったんですね。これアウトコースのストレート、ちょっとボールだったかな、振ってくれてラッキーファール、すすり追い込みました。はい、お、出ました、摩天楼カーブ炸裂。完全にこのリプレイですね。リリースした時点で相当上から振ってきてますね。バッター完全にボールと思ったと思います、これに関しては。はい、ストレートと見比べてみましょう。はい、リリースを合わせてます。見てください、左この手首のひねり、そのまま切って上からしっかり落ちてくると。ストレートはまっすぐですね。はい、もう一度リリースまでは同じ動きです。ここでリリースして、もうこれ右はこの高さ、左のカーブはもう頭の上からという形ですね。そのままストライクゾーンに落ちてくると。まあ、これはちょっとバッターも完全にたまに見逃してやられたっていう感じでしょう。3人目のバッター。はい、その初球ですね。はい、カーブ。バッターですね、おそらく見逃したんではなく、もう手が出なかったんだと思います。低めにボール球、2球目まっすぐ詰まってファールと。まあ、力で勝っている印象ですね。スピードが非常にあるのでパワーで押せるという感じですね。3球目、いた、アウトロー、半個ボール低く見えるけどもストライク、ゴールでした。まず審判さんも手が上がるというような感じです。まあ、ゾエのキャッチングもいいですね、これ。そして、追い込んでからの4球目、カーブが頭に入ってるでしょう。はい、まっすぐ三振という形でございます。連続三振ですね。はい、まっすぐが力強く、カーブが上から振ってくるというカズ山本でございました。はい、本日の動画は以上です。チャンネル登録お願いします。